So, Kazuya from Tekken is now joining the Super Smash Bros. Roster. As of E3 2021, if you see my reaction, I was quite surprised and pretty happy that a Tekken character was getting into Smash Bros. And so today, we're reacting to Mr. Sakurai Presents Kazuya. I'm pretty excited, don't have very high expectations. I'm expecting him to play like Ryu, Ken, or even Terry for that matter. So I'm excited to see what they do. If you guys do enjoy and want to see more Super Smash Bros. Reactions, because I do actually plan to do some Smash Bros. Recordings in the future, don't worry. I'm just needing to wait till every other DLC character is out before doing that, because I have an idea of what to do. But if you guys do enjoy, please remember to hit the like button and subscribe to come by the Big Paws Wolfpack, tap the notification bell to never miss a video. And without further ado, let's get right into the reaction. Alright. Here we go. G'day, Sakurai. スタジオに戻ってきました。ご覧の通りです。だけど、yeah, that's great. いつものスタジオとはさらに違う広いスタジオを借りていまして、 definitely seems a bit different. スタッフは非常に遠い距離で見ています。格闘ゲームシリーズ鉄拳から三島和也の参戦です。 yeah, seems exciting. すでにダイレクトで発表しましたが、和也の通常技を改めて流してみますね。 I'm excited. Whoa, whoa.Okay, whoa! Wow! Wait, it's the, Hey, I'll give you a second. I'm making sure the quality is all good. I shouldn't be doing that right in the middle of the video. Whoa, 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 whoa! Whoa! What the heck?Guys, seeing this? What the? Oh! Whoa! 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 Hang on. Whoa! 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 We saw this in the reaction video. これは鉄拳ですね。最初にその鉄拳を紹介しなければなりませんね。Okay. 改めて鉄拳とは1994年12月にリリースされたアーケードゲームが第1作目。 Yeah, it was. ポリゴンを使った 3D 格闘ゲームで両手両足を表す4つのボタンにより多彩な攻撃を繰り出します。最新作は鉄拳7、ナンバリングは7ですが、タッグトーナメントなどの種類もあり、実際のタイトルはもっと多いです。ある日、天の声が聞こえました。いや、天の字が入っている会社から。これ海外でどう訳すんだって思いますけど。その声によると、マサヒロ、マサヒロ、鉄拳をスマブラに参戦させなさい。そう簡単に言いますけどね。Like, it's that easy. バーチャファイターなどの 3D 格闘とスマブラでは全く異なると認識しています。It is quite different. パンチやキックで相手を倒すということは共通していますが、ゲームデザイン的にはジャンルごと別物です。単にスマブラは格闘ゲームなのかといったよくある議論や区分の問題ではなく、ゲームの本質的にゲームデザイン論のようになりますが、鉄拳は間合いと技のヒット位置、上中下段の属性などで構成する間合いのゲーム。Okay. 一方スマブラは高度や距離で差し合い、安全と危険が位置取りで変化する座標のゲームです。Wow, 求められる身体能力もだいぶ違います。また例えばスタンダードなファイターにおける最も速い技の出だしを競うと、なんと5倍ものスピード差があります。 Yeah, 10 times they're like so much faster. 鉄拳の技を高めたファイターをスマブラのフォーマットに入れていくことはできます。 Yeah.それでは形だけ、真に作品を体現することにはならないです。普通に作っては残念なものになることでしょう。しかし無茶をトンチで何とかするのがスマブラのデザインです。深掘りをした結果、一つ良いネタがありました。 Get an idea? What was the idea? Hey, let's go! 鉄拳にはデビルインシという設定があります。
Devil Jin. Yeah, yeah, I think I've heard of it before. Kazumi が持っていました。I think I remember that. 悪魔の力を引き出せるもので、カズヤもデビルインシを引き継いでいます。デビルインシはカズミ、カズヤ、息子の風間陣にあり、平八にはない。参戦ファイターを平八にしなかった最大の理由がここです。また、鉄拳セブンを見る限り、瞬時に、あるいは部分的にもデビルの力を出し入れできるようです。通常技はなるべく鉄拳に寄せつつ、空中ジャンプ、スマッシュ攻撃、必殺技などをデビルの力に置き換えればスマブラでもうまくまとまるのではないかと考えた次第です。 Interesting. では早速デビル化を使った必殺技の説明から参りましょう。 Ooh, okay. I'm excited. That's cool. Special moves. Nice. 必殺技は例によって通常、横、上、下の横に方向を入れて B ボタンを押すだけです。 Yeah. 例によってカメラは開発用の特別なものでバランスなどには製品版との違いが生じる可能性があることを伝えています。 Makes sense. He is still... This is pre-recorded, most likely. 通常技はデビルブラスター。デビルカズヤを代表する高速で飛ぶビーム。原作ではいくつかの名前に分別されていますが、 What is that range? 本作では通常必殺技をデビルブラスターという呼び名で統一しています。射程が長く飛び出したら一瞬で複数人を連れて Oh my gosh! 貫通するとその分威力が下がります。3人を貫くとこの通り。 Oh, that's clever. それと打点が高いです。背の低い相手や姿勢には当たらないことを知らない。そこで下入力で打ってみましょう。下方に打つことで低い相手にも当たります。 You can shoot downwards. 同じく上方にも打てます。これは不規則などにどうぞ。 Oh my gosh. 空中で打つと少し斜め下に位置の制御として割と使えます。空中でも少し上、What? 少し下と打ち分けられます。水平に打ちたければ、No way. 出たら強い技なので相手の反撃が通らないとみなしたらどんどん打ってよいです。 Bam. 特に相手に接近したいカズヤとしては相手から近づかざるを得ない状況を作るのは大事。 OK, interesting. いいタイミングの見極めが特徴的だと言えるんですけどね。自分で使うにも相手にするにもよく考えましょう。 OK Cool. もちろん反射できます。 Yeah, makes sense. 吸収もできます。 Oh, I can also be absorbed by Mr. Game & Watch. Oh, there it goes. しまうことだってできます。 You can pocket 何やってんの。横必殺技はデビルフィスト。高速で殴り抜けるパンチです。遠くで当てても相手を弱く弾くだけですが、近くで当てると相手を殴り抜けるとともにダウンさせます。そこからの反撃をどうするのかがポイント。相手の大きさや突き抜けた距離、操作などにもよりますが、Dude. いろんなことができます。 He is gonna be so insane for combos. 相手が空中にいる場合これまた弾いてしまいます。なおシールドした相手は抜けません。突きだらけになってしまいます。Yeah. 移動距離は短めですが復帰に役立てることも可能です。Well, that's good for recovery. 上必殺技はデビルウィング。デビルウィング。比較的シンプルな上昇技ですが、上昇高度が高いです。通常ジャンプは低いカズヤだけど、同じくデビル化する空中ジャンプの高さ、さらにデビルウィングの高さによって到達できる高度、上方向への復帰力はかなり高めです。Wow, he's got good recovery. I'll tell you that much. 全身交代できます。使った時効は少しフワッとしてますね。Cool.So you can hover for a bit. That's nice. そして割と撃墜にも使えます。デザインは強いし。Oh! Oh my gosh! ところで横必殺技と上必殺技は空中での技終了後に攻撃や行動ができます。必殺技後落下にならない。ただし改めて横必殺技や上必殺技を使うことはできません。下必殺技はヘブンズドア。目の前の相手を掴んで地面に叩きつけます。スーパーアーマーがついているので無理やり掴みやすいです。クッパの横必殺技と同じく相手を道連れにできますが、相手より先にカズヤがやられることになっています。そして復帰力が高いファイターの場合、カズヤがやられた後に戻れます。また投げられ側の操作によって押し戻すこともできます。これ何もしてないです。Whoa, hang on. これリドリーが押し返した。
どれだけ押すかは互いの蓄積ダメージ次第。ちゃんと押し戻していれば蓄積ダメージが低い時に自滅を狙われることはないでしょう。 What? You won't be able to... なお空中の相手を掴むこともできるし、空中で相手を掴むこともできます。浮いた相手にコンボでつなげたりもします。念のためコンボというのはコンボーション、yeah. Again, he is going to be the combo king in Smash. では巻き込みによる撃墜を狙いやすいことも覚えておきましょう。そしてヘブンズドアは次に紹介するレイジシステムとも関係があります。 Oh, so the blast radius can knock out any other characters. 蓄積ダメージが 100% を超えると、あるいは体力性の体力が4分の1を切ると1回だけレイジという状態になります。文字通り怒った状態。レイジの名前表示も変わります。この状態では攻撃力は 1.1 倍になります。それだけでも単純に有利。そしてこの際特定の条件でレイジドライブという強力な投げを1回だけ投げ出します。 Oh my gosh. 動作はヘブンズドアに似ていますが威力が段違い。 Oh my gosh. 方法は3つあります。方法1掴む、Crab? 比較的簡単ですね。方法に下必殺技ヘブンズドアを使う。普通のヘブンズドアより踏み込み距離が増しています。方法3昇竜拳コマンドプラス攻撃ボタン長押し。これは後で説明する雷神拳と同じです。 What are all these inputs? コマンド版のものだけは威力がさらに高くなっています。ボタンは攻撃ボタンでも必殺技ボタンでもよいけど長押しすること。レイジ状態はレイジドライブを使ったら解除されます。時間などによって解除されることはありませんが、一定以上ダメージを受けると解除されます。 OK, so it's not unlimited, that's good. またレイジドライブを狙って外すとより早くなくなります。つまり掴みを使ってるとレイジがすぐになくなるということです。狙うならちゃんと当てましょう。 OK, make sure. 最後の切り札はファイナルブラスター。 Yeah, Final Smash. ビリブラスターの制射を行います。鉄拳7のストーリーモード終盤で家を伸ばされた人は少なくないことでしょうね。ちなみにここが貴様の墓場だって言っています、日本語で。 Very awkward. そんなかっこいいことを言ってるけど、ちゃんとしてしまうというんですよね。扇状に広がるので乱闘においては第三者を巻き込みやすいです。反面最初のビームが当たらないと発動しません。高度差があると最初の一発は当てにくいので頑張ってください。 OK。相手を比較的遠くにホールドするので崖外向きにヒットすると効果大です。条件が揃えば蓄積ダメージ 0% からでも。 Oh my gosh, no way. You can't kill us. 次に通常技を紹介しますが、その前に Alright. Pro characteristics. ファイターカズヤの全体的な特徴について解説しておきます。 Okay. 総合的には逆転性が高いファイターです。攻撃力は全体的にだいぶ高いです。手数で負けている場合もいきなり逆転したり最終的に勝ったりする場合があります。ただリーチや攻撃範囲などでは劣勢です。yeah. 攻撃が出る速さも原作ほどではないけれどだいぶ遅い方です。総合的には、手数の多さやリーチの長さ、空中戦で攻めてくる相手には手を焼くかも。体重は重ため、これは吹っ飛ばされにくくて有利です。ジャンプ力は低いです。これも原作風に、ただ高さは他のものでも賄えます。リュウやテリーと同様ワンオンワンで相手に対して向き直るようになります。これは後ろ入力の技を入れるときに便利。クールー、そういうシモアハルワンスディデスゲンスタリーダー、スーパーマーがついています。さほどの効果はありませんが、ダメージが少ない頃なら百裂攻撃などを食い止めることはできるかも。それより攻撃の一部に強いスーパーアーマーが発動する方が大きいです。 Oh my gosh. ダメージは受けますが相手の攻撃に割り込めることがあります。なお原作になかったのでヒットストップがほとんどありません。ヒットストップとはヒット時に少し止まる演出のこと。一通り説明したところで通常技の説明に入ります。 Wow, okay. Now I'll go to the normal moveset. Alright, I need to learn this. 原作である鉄拳のモーションを概ねそのまま実装し、必要なところを後で直すつもりで制作を進めましたが、
そのままでテストしてみたところ、びっくりするほど弱かったです。やはり攻撃の間合いや速度が異なりすぎて、ボコボコにされてしまいました。Yeah, he took quite a beating. 最終的には速さも強さもいろいろ加工していますが、意図して原作風味を保つこともあります。この倒れ方とか良いですよね。操作系統を他のファイターと変えています。まずエルキックの入力方向は8方向で考えてください。そう、コマンド入力のようなものもあります。全ファイターの中でも飛び抜けて多い通常技の持ち主。ただ最初に言っておきます、原作もそうですが全部の技を使いこなす必要はありません。得意な技を見つけそこから広げていけば良いと思います。なお攻撃ボタンはいつも通り一つだけです。ボタンを仕分ける必要はありません。ボタンを連続で押すか名越ししていると技がどんどん変わります。これがいわゆる10連コンボ。相手の操作などにより全て当たるとは限りませんが、連続攻撃をボタン1つで10ヒットコンボワオ。なお最後の一撃はシールド無効です。弱コンボ2発目から少し間を置いて攻撃することで先行連携、相手を吹き飛ばしたい時に使います。パパーンというタイミングを覚えてください。パパパーン、cool. ダッシュ攻撃は空残却、遠い相手に詰め寄って打撃するのに不可欠です。Very unique character, I'll admit. Different from all the other fighting game characters that we've had. Yeah, there would go some command inputs. I was thinking there was going to be some command inputs. Oh, no. Oh my gosh. Oh, I'm gonna need to learn all these command inputs if I want to play as him. Jeez. Whoa. Hang on, so bat. That's gonna be difficult to learn. Like, up, bat. I can't even do that on the D-pad. No, 連打をやめれば途中で止めることができます。横に入れながら攻撃でおにぎり。Only front foot. 相手を低く引き出す剣客キックです。ベクトルが低いので、キックが低い相手に最適。またこういう時にリトルマック使われるというね。印象として、Did you hear that in the background? 出ますね。こんな感じ。だけど、wow. 実はガノンドルフの方がちょっぴり速い。Yeah, but Gandalf's is a little bit faster. やるとこんな感じ。Bye. 斜め前下を入れて攻撃ボタンを2回押すことでかかと切り。2発当てれば相手を飛ばします。1発で止めれば相手を浮かせるため他のコンボを狙うことができます。2発目はシールド削りが大きい特徴があります。シールドが割れなくても小さくなれば防御しにくくなるので、シールドされたら2発目まで出すのもあります。 It can break shield on its down. Okay, I like that. 下で攻撃はねじり裏剣。ねじる、前進しながら攻撃するので、I don't know how it's pronounced. I'm probably butchered it. I'm sorry. 姿勢を低くしつつ、攻撃寸前にわずかな無敵も発生します。浮かせた相手には追撃を。斜め後ろ下と攻撃で体育打撃。相手に尻餅をつかせることができます。単体で使うのは難しいですが、横必殺技と組み合わせるのがおすすめです。Yoshi's face like, huh? この技は出が早く、迎撃としても比較的強く、コンボにも使いやすいので、出せればおすすめです。Okay. 間違えて、背中方向への横スマッシュ攻撃になってしまうことも多いです。Oh, yeah. 自動振り向きがない、他人数戦でも出しにくいです。パッドを隅まで倒しきらなければ、幾分出しやすくなります。後ろ斜め上と攻撃でジャンプサイドキック、逃げり、後ろに下がりながらのキック、正確に狙いを作る小ジャンプ攻撃の迎撃などに使われる。Stop! I need to learn too much about this character. なるものの、それ以上に移動が激しいスマブラではなかなか使いにくいでしょうね。下方向系は全部コンボ指導技になることを覚えておくと良いかも。これと真上初段ダブルアッパーの一発目は他の技につなげることが前提です。こんな感じ。
Oh my lord. 次、しゃがみを絡めた技です。下方向ではなくて、ちゃんとしゃがみになってから入力するですね。しゃがみ中に斜め前で攻撃すると、螺旋眼採取。Oh, yeah. 姿勢が低く、長めの無敵時間があるので、簡単に使うと良いでしょう。Oh, my lord. しゃがみ中、真下に入れながら攻撃をすると、シットジャブ。スマブラのこういう系としては遅い方ですが、連打が効きます。相手の行動阻止の牽制や、コンボの指導など。バッ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 。しゃがみ中、斜め後方で攻撃すると、シットスピンキック。Wow. 判定の持続が長い技です。牽制として、シットジャブどちらが有効なのかは、相手のファイターと戦法次第でしょうか。だけど、okay. ここはスマブラなので、原作ほどの有効度はないかも。そして特殊な入力ですが、しゃがみから立ち上がる最中に攻撃をすることで、魔人剣が出せます。ガロンドルフの技の名前と被りましたが、これは魔人剣。相手を強くひるませる技です。いろんなコンボができますが、一番狙いたいのは横スマッシュ攻撃。相手や状況によって別の技にする必要がありますが、撃墜できそうなら大チャンスです。Far out. 次にスマッシュ攻撃です。これらはデビル化を行って力を増しています。I bet he does. 横スマッシュ攻撃は魔人戦勝券。とにかくこれを当てられることが大事です。ファイターの中でも有数の吹っ飛ばし力を持っています。少し溜めてクリーンヒットすればファルコンパンチをもしのぐぐらい。No. ただし隙は相当に大きいです。No. また接近しているとクリーンヒットになりません。遠目ギリギリ拳でしっかり当てるのが大事です。Oh. なおクリーンヒット時は今のように演出が入ります。スーパーアーマーがあり、相手の攻撃に割り込むこともできます。スーパーアーマー？これはすべてのスマッシュ攻撃はそうですが、スーパーアーマーの強さには差異があります。横スマッシュ攻撃は一番強い。That's the strongest super armor. That's insane. 上スマッシュ攻撃はデビルツイスター。デビルツイスター。文字通り相手を巻き上げる新規のアッパーで、アッパカッ、バンチバブカッツ。発生が早く、ワオ、ワオ。飛ばしも十分です。攻撃範囲は狭めですが、発生の速さを生かして、I just like how it goes through the screen. ダッシュで前を詰めると良いです。また、Yeah, he's definitely a combo character. 攻撃できる貴重な技。選択肢が少ないんですよね。下スマッシュ攻撃は、シヒキリ棒状。フットバシを見ての通り、コンボに使うのが本です。So many people are going to be spamming attacks, like button mashing this character. I can tell you now because no one's like how to play Tekken. Unless you're like a video game, like fighting game expert. 実はメテオ効果があります。Whoa, that's a spike. このぐらいの位置から崖つかまりしている相手を狙います。崖つかまりするたびに無敵時間が短くなるので、攻防が続いた時に使うと良いです。なお、心臓を削りやすいという特徴もあります。Oh, wow. 次に空中攻撃。これは普通のファイターと同じく上下左右とニュートラルで5方向分です。少し巻いていきます。通常空中攻撃はジャンプナック。So many attacks. 比較的素早く出ます。密かにメテオ判定もあります。That's similar to Terry. 前空中攻撃は劣化脚。ジャンプの低さを利用し、主に地上戦で使います。リーチに優れ、地上攻撃をかわせて使いやすい。後ろ空中攻撃はジャンピングソバット。相手を吹っ飛ばしやすいですが、ワンオンワン時には自動で振り向くので少し使いにくいところもあります。前に打ちたいなら、例によって後ろにダッシュしてから使うとか。上空中攻撃はライジングトゥーキック。Rising Toke. コンボに使えることはもちろん、床上の相手に有効な攻撃手段になることでしょう。下空中攻撃は破砕臭。Devil Scissors. 急降下攻撃で相手を襲います。素早い空中制御ができることもあり、貴重な技。そして、着地狙いへのフェイントにも使えます。かろうじて追撃に使って復帰することもできます。狙うならジャンプの頂点か空中ジャンプの頂点から、それより下がりすぎると復帰は難しいです。次に掴みや投げについて。投げはワンワンならカメラが寄る演出が入ります。 This is so much!
つかみ攻撃は They haven't even gotten to the stage yet. Oh. 時給は高めだけど、ヒットするまでが長く。相手の蓄積ダメージが低いうちは、特に振りほどかれやすいです。前投げはつむじ蹴り。飛ばし力が高く。後ろ投げは鐘楼落とし。威力が高く。上投げがエアインフェルノという名前になりました。ブラスターで打ち上げるのですが、吹っ飛ばし力が高いとか、ブラスターで他者を巻き込めることもあります。下投げは超パチキ。威力は低めだけど、踏み込みやすいです。そして特別な投げがあります。地獄門。斜め前、下、斜め前という入力をつかみ、しゃがんだまま前に2回入れるようなイメージです。もちろんダメージは大きい。How do you do that? 武器を入れ替えて相手を低く飛ばすの。Not to Isabel! Not Isabel! Oh, not on Isabel! 原作ファンならおなじみですが、いわゆる昇竜拳コマンドで特別な技が出せます。昇竜拳コマンドというのは、前、下、斜め前と素早く入力すること。こうからこういくような感じ。普通に昇竜拳コマンドを入れると風神ステップが出ます。クラウチダッシュ。上半身を無敵にしながら相手に詰め寄る技。連続入力可能です。あんまりひょいひょい抜けられるものでもないかもしれませんけどね。風神ステップ時にボタンを短く押すと風神拳。ダブルアッパーのように相手を上に弾く技。単純に威力も高めですがコンボに向きます。入力によるダッシュと合わせて前進するので見た目よりも範囲は広いです。なお最後の斜め下入力と完全同時に攻撃ボタンを押すと最速風神拳となります。出すのが難しいですが相手を一瞬しびれさせるので普通の風神拳とはまた異なるコンボを狙えます。なお原作では入力受付時間が1フレームだったのですがそれよりは甘めにしています。風神ステップ時にボタンを長く押すとライジング拳強く吹っ飛ばす強い技の一つです。コンボに組み込むのも有効。無敵が発生するので見た目よりも打ち勝ちやすいです。なお、レイジ中にこれを出すと攻撃力が高いコマンド版のレイジドライバー。風神ステップ時に必殺技ボタンを押すと奈落旋風。動きは斜め前方入れの螺旋幻魔脚に似ていますが No! 宣言魔脚は上から始まるので浮かせてコンボ。 Oh my gosh! 奈落旋風は下から始まるので浮かせてコンボには向かないかも。 This guy is insane! 的に打ち勝てる Combo King! 最後に特殊な見せ技を一つ。なんと横アピールが魔人烈焼拳という4連コンボになります。原作と異なり複雑なボタン入力は必要ありません。実用性はほぼ皆無だし誰かと対戦では使えませんがヒットしたら驚くわ。ちょっと面白い動きなので入れてみました。ああポーリーマ全ファイターのアピールの中では一番強いです。当たり前ですかね。コンボに組み入れられないこともないですが他の技の方が良いかなと。はい以上です。 OK これが格闘ゲームの個性だと思い、 That's not to remember. Did you guys write that down? I didn't write that down. I should have wrote it down. 繋げる技と吹っ飛ばす技がはっきりとしている。実際には相手の操作で避けられるし、蓄積ダメージや重さで異なる結果が出るので、確実に当てられるコンボなどはほぼありません。だけど、oh boy. 通りやすいコンボはある程度解決した方が良いですね。Yeah. Okay. なんて格闘ゲームらしいんだろう。Yeah, just like a fighting game. 確実性がなくても当たるときには当たる。ただ他人数の乱闘になると話が全然違ってきます。That's a different story. 長いコンボをしていると第三者にやられるので反発の破壊力にかけた方が勝ちやすいでしょうね。 Excuse me? Oh. 技が多い、多すぎなので長くなりましたがステージのご紹介です。 Yeah, we did. I want to see the stage. 壁などバリバリ壊されていましたけれど Let me show you this. Let me see the stage. 専用ステージは三島道場。どちらかというと、カズヤの道場ではなく、平八の道場ですね。いろんなことがあった。Yeah! 平八は in the background. 四隅が壁や天井で下がっています。このままだともちろん撃墜できませんが、強い吹っ飛ばしや直接攻撃で壁や天井が壊れます。
壊れるまでは比較的安全だけど、壊れてからは危険地帯です。なお、壁や天井へのダメージは相手の速度や重さに比例します。ついでに言うと、壊れる時は受け身を取ることができません。全部壊れるとこんな感じになります。場外になってから画面外が近く、スクロールも追従しないので密度感の高い戦いになることと思います。なお、壊れた壁や天井はなぜか自然に治っていきます。 Okay, that's kind of like Luigi's Mansion. 説明では表示を省いていましたが、中央には兵八がいますね。立ち上がったり撃墜に反応します。なお、すり抜け床などはありません。 KOF スタジアムとはまた異なる新たな駆け引きをお楽しみください。もちろん戦場か終点化も可能です。全体的に屋外になりますね。ところで小ネタなのですが、アイアイ傘がありますね。原作をよく知る人ならわかるはず。 I don't know what that means, so don't ask me about it. All right, there we go. 今回は団体戦で行ってみたいと思います。 Oh yeah, little Mac, I completely forgot. 5人は火口に落とされた人々。 Oh yeah. 被害者の会ですね。Yeah. Wait. まずは壁を壊さないといけない。ああ、負けず食っちゃうよ。ナイスハリー。あんまり傷つけたくはなかったがしょうがない。ケン。とりあえず残機数は減らしていきます。Yeah, go ahead, go ahead. 全くすべて力が入るってのは厳しいでしょうけどね。Right, here we go. はい、まさかの魔人戦勝券で勝券だ。そこで使うか。Oh my gosh, look at him go. ダメだね。そんな簡単に通さないよね、コンピューターだから。Wow, come on, come on. Come on, come on, come on, mate. Oh! There we go. Next is Min Min. Hey, Min Min! いいですね。おっとっといけないよ。Oh no, you don't. Yeah. Don't you dare. But she's my girl. Ah, she got me. Oh no. Oh no. Oh no.下手くそ。もう一回やらせてもらいましょう。Let me try again. Again. 外したー。どさくさに紛れたアピール横。いや、パソコンキック打ってくるんだよな。でもまあ、本当はそれをちゃんと狙った方が全部通しちゃい。割れなかったな。おっと、届かん。Alright, boom! Boom! Oh, come on, come on, come on, Sakurai, come on! ああ、でも 49% も食らってる。一人目ですからね。あと4人。もうここはビーム使いましょう。うまく避けるんだよな、これ。はい。Whoa, but you're doing just as good. B. Yeah, beam. 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 Come on, Sakurai. Wow, that was close. Beam. 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 Ow. まずいね、これ。でもこっちの方が射程は長いな。知ってた？ダメだ、こんなことしてちゃう。Oh, come on. Come on. Min Min can't be that powerful, can she? Alright, that was good. And the angel, she'll be dead. And the devil. Whoa! Oh my gosh, he wasn't lying! そしてこのマルスだね。遠慮しないよ、手口は。
Oh, come on, Sakurai. その打てる血なんて本当は実は全然ないんだ。さっき言った通り。お、ダメか。Oh no. Come on. 螺旋岩採集。岩採集。Hey! いいんじゃないですか。Nice, not bad. はい、お疲れ様でした。無事に復讐ならずということで残念でしたね。Wow. CP レベルは7でした。まあ他にも。いろいろな技を使いたいなとは思ったんですけれども、なかなかお伝えできないところもありました。いろいろ He looks really tired, though. 以上です。Yeah, I think he looks really tired. He's been working on this game for years now. 鉄拳はシリーズも多いので何百という曲がありますが、このように絞りました。39 different songs. That's pretty cool. I'll admit. Love it. 今のシリーズまで織り込んでいます。四半世紀続いているタイトルの一つですから、歴史は深いですよね。25 years? That's just as long as Sonic or even Mario for that matter. 勝利時のファンファーレをあえてなくしました。これはスマブラ史上初です。では、対戦の時に勝った時にどうしたのか。ズバリこのようになります。This. Oh, is this the victory screen?Ah, yes, that's the announcer. ナレーターの声で名前が読み上げられます。Yeah, ちなみにこの勝利ポーズは鉄拳セブン調。Yeah, it is. これが鉄拳ファイブシックス調。Tekken 5. カズヤミシマ wins. 初代鉄拳調のちょっと懐かしい感じですね。The original Tekken. Nice.Loving all these callbacks. カラーバリエーションもお見せしたいと思います。Okay. 奇数カラーは火炎刺繍の道着の下のみ。The Jin Pants. 風間陣を意識したカラーです。偶数カラーはコート。Oh, I like the gold. He kind of looks like Phoenix Wright. He kind of looks like Phoenix Wright. 鉄拳のカスタマイズってこういうイメージありますね。ところで、カービィコピーはこんな。Oh, look at Kirby! デビルブラスターを打つ際、デビル化した姿を見ることもできます。That is crazy! 新しいスピリッツボードも加わります。Awesome! I love Spirit Board! ピックアップされたのは、ペアも含めて10種類。この中の風間陣のスピリッツは、レベル99にすると、デビル陣に強化できます。Oh! Devil Jin! Yeah!また、平八のお題においては、すでに発売されている平八のミーコスチュームを着ていれば、平八の姿に切り替えられます。と、ミーファイターの話題が出たところで、新しく販売されるミーファイターのご紹介です。Excited! I love looking at the ミーファイターコスチュームズ。Always the last to watch. Alright, here we go! Do 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 do!Me fighter costumes! Number 10, baby! Let's go! Let's see what we got. Probably some Tekken stuff. Floyd! Oh, it's Lloyd! It's Lloyd! Oh, people are gonna be mad. people are mad. I know people really want Lloyd. Oh, Skyrim! Skyrim!That's Skyrim! No way! Ha! That is cool! Oh, Dante! Oh, well, there goes your theories away, boys! Many characters are being deconfirmed right now. But Dante, wow! Who else? Shantae!No! okay! Includes a music track! Oh, that's sick! Okay, at least we got Shantae. That's awesome. I like Shantae. Wow. wow! wow!Oh, that is... I like it. But I'm also very upset that none of these characters are in Smash. 今回はいずれのものも癖が強いというか、単体でも参戦希望される系というか、スマブラで使えることに驚きがありますね。スカイリムの主人公の呼び名はドラゴンボーンにしました。原作ではドバキンとかドバーキンとか言われることもありますが、
表記の揺れがなくて済むので。なお、ドラゴンボーンはドバキンの英訳です。Yep. ドバキンとは原作のドラゴン語で竜の血族のこと。That's insane though. That's Skyrim. そしてシャンティは購入すれば楽曲が1曲追加されます。Oh, it's sad. からバーニングタウンという曲がその他カテゴリー。People have been wanting Shantae for some time, but I'm happy she's in at least. 肝心の配信日です。6月30日に配信予定です。Oh, ファイターパスボロ2があればそのまま受け取り可能。That's cool. 購入可能です。そして、so tomorrow or later today? Amiibo news? Amiibo! Show me the mint. すごい壊れやすいっていうからそう。ミンミン。She looks amazing. ミンミンのアミーボのサンプルができてきました。これが出るなら時間がかかるでしょうけれど、ファイターパスボリューム2のファイター登場も期待されますね。I'm getting her. ニンテンドーが三島和也のフィギュア作るというのもなかなかのおかしさがありますけれど。ミンミンのアミーボはご覧の時期に発売予定です。2022。今までいろんなファイターやステージを作ってきました。新旧揃ったさまざまなゲームを一つの作品に落とし込むのは個人的にはやりがいがある課題でした。Yeah. 思えばスマブラ4の開発開始から、数えて連続10年近くとなり、だいぶ長い付き合いです。Wow. ライフワークというのですかね。しかし、いよいよ次回がラストです。延長もありません。披露するまでお時間いただきますが、約束通り今年中には発売しますのでお待ちください。チームは最後までテレワークで終えることになりそうです。まずはそれまで三島和也を楽しんでいただければと思います。それでは。All right, thank you, Sakurai. Thank you. Yeah, it's hard to believe that, really. Man, it's actually... Wow.